ハロー皆さん、どうも、任天堂スイッチ版パワープロ2020ペナント編阪神タイガース日本一物語続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回言うとるな俺な。うーん、今気づいた。先発はですね、佐伯でええか。そうやね。はいはいはい。おっと、福留があれなんで今回サンズ使っていきましょう。リアルではない、絶好調ですから。サンズマルテも絶好調で、近本も好調ということで、どうしようかなこれは。北条、木浪、大山、てか大山が3番で全く機能してへんから、まあいいか。でマルテ、糸井さん、サンズ、近本、梅野、なかなかええと思うねんけどなこれ。これはノリノリが解けたらまあちょっと考えないかんけど、さあ行きますか。お待たせいたしました。セントラルリーグ公式戦阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、まもなく開始でございます。ちょっと水分補給して僕かね。すでに10本以上ホームラン打っとるやつがおるんやがただうちにも10本以上ホームラン打っとるやつがおるな。え、木浪か、木浪ちゃん、北条か、すげえな北条。あれ来た。さあその北条から伊能和がまだ投げよるか。クソが、ここは打ちたいね。あ、今のよかった、今の当たらんで逆に助かったな。うまい、ミートの合わせが完璧だった今。すげえ、もしねパワープロの打撃をなんか学びたい、コツを知りたいって人がおったら僕が教えますよ上から目線やめてください。うめえ俺。うわ、今の足止めたかったっすね。うわー、うわ、クソボール2球振ってんな。追い込まれた時テンパる。しゃあない、追い込まれた時の俺はマジでやばいから。ボールの見極めとかうんぬんの話しちゃうからね。もうどんな球でも振り回してまう。もう外人 P マジやめてほしいわ。こいつらのせいで俺のストレスがたまんねんな。球速いし。はい、残念。オッケー、まだです。まだ僕はこの男をね許したわけではございませんので、15到達したとして、したとしてもですよ、名前はまだ呼びますよ。いつ僕が出れるのか。ええ、大山からむしろ僕にね歩み寄ってきてくれるのか、それとも僕から大山に歩み寄っていくのか、どっちの展開皆さん希望しますか。どでもええわってなどっちでもええわっちゅう話はな。そんな、さあ最終回、もうヒット1本打たれてますけど、9時いかすしかないので、9時、ナイス、しゃしゃ、俺が打って勝ったって感じだな。よしよし、前回のよ、いや、え、どこやったっけ前回、横浜戦、横浜戦とはちょっとちゃうな。いい感じ、2回完全。いや、岩崎ええわお前マジで、可愛い顔して素晴らしい投球。いや防御率な0点台やもん、さらに下がったっしょ。てーな、手のひらかゆ。なんかよしよし、打点全部俺が稼いどるしな。よしよし、あー近本ダメねー。マジで近本が激冷え。そしてマルテ、まあ木浪も4タコか。まあノリノリはね、そう簡単には解除はされん。サンズもひどいなえ、サンズやばくね。いやマジでちょ手のひらかゆいわ。何これ
この薬指、手のひらとか、こう薬指のちょっと付け根のとこやな。かゆっ。2桁奪三振。うわ、ここ好き。さあ、デイゲームですね。さあ、もう2戦目はもう注目プレート、僕はほぼ決めてるようなものなので、まあ、おもんねえな、注目プレートが言うにもかかわらず、まあ、録画時間を30分以内に収めたいということで。くっそ、ほう、糸ちゃん、ちょっとこれ、大山外野できんかなっていうのがあるんだが、俺の中で。まあ、ちょ、サンズもちょっと我慢して使うか。外国人は我慢してなんぼやから。まあ、棒はなあ、併用できんのつらたんやけど。サンズ、はいはい。北条、ちょっと木南が2番で全く機能しないけど、大丈夫かこれ。北条は絶対2番タイプじゃないから、まあ、木南もそんな2番タイプって言われたらちゃうけどね。はい、マルテ、糸井さん、近本サンズにしてみますか。で、今回ちょっとサンズ、うわ、結局俺がサンズ使うんだったらあんま意味ない気がするんだ、順。まあいいや、サンズいきまーす。他に操作するような選手おらんし、北条がセカンドになってますね。まあいいわ。ちょっとセカンド変えたいな。ミスった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 。まあええわとか言ったけど、ちょっと守備力がちゃうから、適正ちゃうからね。適正が C と E やから全然ちゃうぞ。アジリティ変えておきます。ピッチャー誰にした小野か。杉山。さあ、ちょっと待ってくださいね。はい、うわお、オロちゃん、何をしとるんですか、これ。三十一塁とかよ、兼務する、右の、そう、ホームランも打てますからね。まあ、ロサリオよりはもう活躍したでしょ、今年のサンズな。マジで。これは抜けていく、素晴らしい、引っ張り。さあ、グッチ、でもこれは無理か。しかし点が取れない、5対0。序盤で点を取られることがあまりにも多すぎる。さあ、満塁ついとる。サンズサムネにしたこと一回もないから、ここらで一丁どう。これは幽閉は取れんな。おし、ナイス。伸びに伸びたね。ええ角度で今の上がっていきよったな。まあ、ホームランとは程遠いけど。幽閉あれジャンプしたら取れるんですけどね。なんか知らんけど、かたくなにジャンプせんからな、 CP って。特に斜めジャンプ。あー、今の重くそ引っ張ったらホームランか。いやー、今のも甘いね。超絶甘いとこ。さあ、ワダゼル。流しうますぎでしょ、この打者。すげえ器用やな。でも僕、サンズの顔はあまり好きじゃないんですよね。サンズブサイクよな。うわ、これもホームランボールだね。あ、でもこれ嫉妬くんで。嘘だろお前、あれストライクなん。いや、そりゃ無理よ。もうあんな際どいくっさいとこ疲れてストライク言われたら。よし、ナイス。さあ、エドワーズ、ちょっとサンズは変えられない。糸井さん変えてええと思う。エゴシにしよう。よし、ピッチャー変えましたか。こんだけ猛打賞しても2割2分2厘か。全然だったんやな、今まで。これはショートゴロ。まあまあいいでしょう。3安打したんで。全然問題なしやな。さあ、最終回、球児。またも球児。これ、球児のな、スタミナ、大丈夫かっていうレベルなんだが。で、糸原がセカンドになってるけど、糸原。ウェポンでいいんじゃないかって思うな、セカンド。まあいいか。中谷、ちょ待って、こうでしょ。うん、さあ、9時、おお、しっかり、ナイス、9時。いや、これは戻ってきたかもしれない。あ、くしゃみ出そう。ちょ待ってよ、くしゃみ出るかも、これ。あ、電話、でん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 。
でんな。電話電話電話。オッケーオッケーオッケー。ちょ、エアコン効きすぎてる。27度設定なんやけどな、俺。27か8いつも。それでこんな効いてるってことはよっぽど暑いんやろな、部屋が。ちょ、マジでさっきから薬指ちょっとかゆいんやけど、メンソレータムつけていいっすか。メンソレータムめっちゃ効くからな。どこが痒い時でもメンソレータムつけとったら基本的に数分で収まるから、俺の場合メンソレータムエリーね。お皮膚弱いんですけど、うん、その皮膚弱々の俺でもめちゃめちゃ効く優しい感じ。何年前からだろうな、もう12、3年前からお世話になってんちゃうかな。30年50年とね、まだメンソレータムが生き残ってくれてたら嬉しいですね。何の話や。さあ、首位ベイスターズになってて 0.、てかいつの間にか首位ベイスターズになってる。 0.5 ゲームさ。サンズが、マジか。ま、お、誰か。あー、これで棒は使えるようになるな。ちょっと大山は、今、うん、ノリノリじゃなかったら、棒はでいいと思いますね。マルテ棒はで。ピンチでプレイしていく。こうピッチャーの方を全部操作していいかもしれへんけど、まあ、それやめく。岩佐だか無理やな。俺、岩佐だ、かなり打たれるから。ただその棒はもうクソということで、なるほどね。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 どうしようかな。こうして、こうですね。で、どうしようか。1番、北条。2番、北見。ここはね、ノリノリが解けるまで崩さなくていいと。ちょっと北条が打率は下が、下が。下がってきてるけど、下がってきてるけどって何？で、3番打者がおらんのか。こう3番打者おらんのきつくね。ってか4番がおらんのか。サンズ3番でいいか。で、ショート、セカンド、ファースト、ライト、サード、センター、こうかな。よし、これでいきますか。で、出番設定。ピッチャー行っちゃう？行っちゃう？いや、嫌やな。嫌やな。監督モードでいいか、これ。チームピンチ監督モードでいきます。全然客入ってないな。まあ、俺がその設定にしとるんやけどな。密を避けましょうということで、ゲームでも固まちょっとな、一部めちゃめちゃ寄っとるけど、さあ、ここでですね、出番設定、あれ、あ、これ普通に俺がプレイすることになる。やべ、ええー、わ、そうか、これ出番プレイにしてるわ。まあいいでしょう。監督モードは個人的にあまりやる気はいつもないので、こっちで押さえてありましょうと。ごめんなさい皆さんね、監督モードじゃございませんでしたね。ちょっと甘い。しかし力でねじ伏せたという感じ。ファーストの動き緩慢すぎ。そして村上、いややな。村上ってこういうフォームなんかな。こういうやな、こんなフォームか。うまい。しかし、近本。あ、ツーアウトか。オッケー。いや、うわ、流しでこれか。すごい打球速度やな。ちょっと3番打者に2割1分、6番に2割、うわ、でも、下位打線の打率ひどい。グロ中、うわ。さあ、ノーアウトで、雄平。まあ、雄平もな、俺キラーやしな。嘘だろこれ。え、北条お前守備範囲どこ守ってんのこいつ。え、ちょっと待って、え、北条どこ守ってんのマジで。
いやちょプロコンの左スティックってやっぱね微調整難しいよな。こう言い訳がましくなるんやけど、これガチガチやから。でこれ取れるよな、センターはまあ安心と信頼の絵越しですから。せやな、この左スティックやっぱちょっとあれやな、むずいわ。あのプレステの DS に DS4 と比べたら。うわ早球ちょ早球 G なのはやばいよな。どうにか仕上げたいわ北条のこの早球 G。 これさあ点は取れず、ちょっと岩佐だこの回までかな。あな、投げんな投げんな、投げんほうがいいっすよ。出た畜生、畜生出てきましたね青木。もう青木とはね全力勝負ですよ。ぜ絶対抑えるからこいつ。もうこの回までな岩佐だ。嘘だろ嘘だろ嘘だろ。さあ近本のライトへの送球は弱味か。マジうぜえこいつマジで。さあ山田哲人が出てきて、これ変えてもええかもな岩佐だ。でも変えない。これ振ってくれるのか。ちょパワフル、パワフルって調整入りましたか。前作まであれ絶対振らんかったんやけどな、あの手のコース。あんな打球俺はね打ったことないです。マジでクソゲー、意味がわからん。いやマジで、うん、外野前進しててこの打球打つかね、マジやばいだろ、頭おかしいって。まあどちくしょうな、もうほんまマジゴミゲーやわこれ。打ったろかいな。あ DL 版やわ。いやーもうコナミお前ここら調整しとけや、意味がわからんから。 CP の打球前進守備しててあんなな、ちょうどええところに、おかしいだろほんま。もうユーザーが嫌がるようなことにな、嫌がるような調整しとるやんほんま、意味わからんから。投げる P いいねー、ユーザーが嫌がることしかせえへんからなコナミって。ほんま畜生やわ。全然変わってへん前作とここら。プレイヤースキル云々の話ちゃうからな、あんなクソど真ん中クソみたいな守備をまた披露して。お前及川か、飛びつかんでいいんすねあれ。わからん太田。もう、うねのだけやん。うん、オッケー。まともな。っしゃ。5点って何があったんすか？鉄と山田とはもう、全力勝負。フレや。フルだろ、あのコースは。マジでやばい。なんでそれ振らんの？あなた方。おかしくない？おし。さあラストはここでどうですか。まあ外れすぎたな。いやこんな打球打つかねほんま。だから意味がわからんからさ、もうそこらに打つん、なんでそこいらほんま誰もおらんようなところにボン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 打ちよんねんこいつら。能見さんの防御率クソみたいになるけどしゃあないわ。打たれるべくして打たれてるからねあなた。ボコボコですわ。話にならん。なあボール飛びすぎよ。で飛ばんと思ったらなんか坂口ちゃうわ、さっきのなポテンヒットみたいな打球飛ぶし。どういうゲームなん、これ野球ゲームなんですかほんまに。せめて1点2点は返そうぜ。
無理無理か。めっちゃピンチ招くな。ほんでまた幽閉かよ。まあお前と勝負するしかないっすよ。もうね、勝負します。もう全ストおじさんでいいと思う。うわー、もうマジかー。まあいとこに、スタミナなさすぎ。なんでこんな調子の P を行かせてんねん。頭おかしいだろう。で島本を出さないかん展開になってしまうと、いやこれマジアウトにできんの論外やからな。いやー守備範囲激狭。あんなんも取れんのか今のセカンド。やばくない？飛びつけてあれを。おかしいだろ今の打球飛びつかないかんのは。どんなお前守備適正やねん。あ、糸ちゃんナイス。このゲームほんま葬り去りたいな。闇の未来ある、このゲームに。まだほんでピンチ招きおるし、エドワーズって18試合投げて防御率 6.89 とかな。嘘でしょ。一回2軍でリフレッシュしてきた方がええかもな、このピッチャー。もうピッチャー変えよ。無理無理無理、もう何しても無理や。もう誰も投げる P おらん。もう球児行かせるしかないっていうね。何この展開。中継ぎおらんもん。島本変えんでええだろ。これ代打出したんか島本に。はい、おつお疲れ様でした。意味が分かりません。もうどこに投げてもな、無理。甘いコースはもう 100% 間違いなく捉えられ、でボールゾーンの球はほぼ振らん。だからもう全球臭いところにナイスピッチするしかない。そんな技術力私にはございません。ダメだこれ。あともうこんこなんか守備がな、俺守備わりかし上手いと思ってたんやけど下手くそすぎる。どこで飛びついたらいいかちょっとわからんようになってるわ今。迷走してますね。一貫ないちょ。これ投球もそうやけど守備にめっちゃ守備がごっつ迷走しとる俺。下手すぎ。なんでこんな下手な、意味がわからん。守備練習しようかいな。割と勝ちで練習で一番やる気出るん守備練習やからな。あれだけはちょ、うわグロ注意とかいうレベルちゃうな。望月以外の防御率が。ラストはほんまにゴミ試合だった。二度とこういうゲームはやりたくないですね。サイド帯リフレッシュしてこいという、ああちゃうか。あ、いいんじゃね。次、広島戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。